もう少し上げてもらってもいいですか。僕たちは世界の終わりをカバーしてるんですけども、まあ、ちなみに世界の終わりのライブ行ったことあるよなんて人いますか。もう意外と知らないですよね。全然ギャップで見えないんですけど、まあなんとなくはまあでも世界の終わりの深瀬さんボーカルなんですけど、なんか、ね、男性なんですけど、まあ、言葉選ばず言うとなんかその男性女性間みたいな、なんか声、それがなんかすごい、なんていうの、魅力的な声だなと僕は感じて、自分がライブ一回行かせてもらったことあるんですけど、なんかその時はまだスターライトファイブしか知らなくて、それで行ったライブでも楽しめた演出だったり、そのなんか光とか音とか
そういうのなんかすごいなって思った記憶があります。最近なんか世界の音結構聞くんで、もう一回ライブ行ったらどんな感想なのかなとかだんだん楽しみにしてます。で、それでは行きます。じゃあ続いての曲です。お願いします。I'm not afraid of the dark.
長谷川の中でも珍しい深瀬さんが半分ぐらい歌ってて、もう半分中陣っていうギターの方が歌ってる、なんかそんなちょっと珍しい曲を、そういう方も知らなかったのかなって思いますけど、やらせてもらいました。じゃあ続いてメンバー紹介一緒にしていきたいと思います。じゃあ左手からベースのミナト、キーボードのせいやくん、そしてドラムのハナ、そしてキーボードのスズ、そしてギターのシマ、あとギターのユリナ、そしてボーカルのハリアです。お願いします。すみません、ベースとドラムに中央のキーボードの返しを少し姉妹の愛がバカバカしちゃってる。私のもので、今は私のもの。残り2曲になります。次の曲がエラーって歌い、最後の歌はファイトミュージックって歌をやらせてもらいます。最後の曲は多分知ってる人多いので盛り上がってもらえると嬉しいです。では次いきます。どうでしょう、お願いします。Thank you.
ルディロングはすごい悲しい曲なんですけど、なんか別にネガティブな歌ってわけではなくて、なんかネガティブな歌詞を書きながらもなんかポジティブな歌みたいな、そのところが面白いなと思いました。感想もしました。Thank you.